東京スター銀行、株式会社東京スター銀行、東京スター銀行、AA 賞、ザ、東京スターバンク、リミテッドは、東京都港区赤坂に本店を置く、第二地方銀行である。1999年、平成11年6月に経営破綻した第二地方銀行である、株式会社東京賞は銀行の営業を譲り受ける。 ことを目的として新たに免許を受けた銀行であり、2001年、平成13年に、東京省は銀行から譲り受けして、営業を開始。社団法人、第二地方銀行協会の加盟資格にある、会員から営業を譲り受ける目的で新たに免許を受けた銀行として現存している唯一銀行である。日本初24時間稼働の ATM と、テレフォンバンキングなどで認知された、 東京商は銀行の一部店舗を大幅改装、または新規出店によるファイナンシャルラウンジという新型店舗を全国主要都市をお中に順次展開し、小売回りの円定期預金、預金電動型住宅ローン、カードローン、外貨預金、投資信託、年金保険など、リテールに特化したサービスの提供で業用を拡大している。当初は、 アメリカのバイアウトファンド企業であるローンスターが蘇生したウェルギー席の株式合資会社形態のファンドを通じてヒット株主として積極的な支援を行い東京信用組合、東京中央信用組合、千葉県商工信用組合、中部銀行の営業のすべてもしくは一部を譲り受け東京スター銀行に継承させたほか声優のノンバンクで1990年代からの 多額の不良再建に利、破綻状態であった、声優の経営不振とそれに伴う、セゾングループ解体の現況ともされる、東京シティファイナンス、TCF グループ3社、リソナショックに伴うリストラ策で、リソナグループの総合住宅ローンを買収、これを統合し、TSB キャピタルとなった。2007年、平成19年12月、アドバンテージパートナーズ。 AP がサービスを提供するファンドによる東京スター銀行の買収が発表された。AP がサービスを提供する K マン諸投席の4つの特別目的会社形態の投資ファンドを通じて同行の株式1株あたり36万円で株式公開買い付け TOB を実施すると発表した。ローンスターが TOB に応じさらに定款変更による全部取得上交付与により アドバンテッジパートナーズがサービスを提供するファンドが東京スター銀行を完全子会社化することとした。これに伴い東京スター銀行は2008年平成20年7月27日付で東京証券取引所を上場廃止になった。A、AP がサービスを提供するファンドによる買収資金の一部は新生銀行、青空銀行などとローンスターからの融資で賄い。 参加のファンドが保有する東京スターギーイーの株式配当を返済資金の腹とする契約であったとされた。しかし世界金融危機の影響で赤字決算が続き配当が低迷したことでファンドは利払いするめどが立たなくなり2011年平成23年1月に a p がサービスを提供するファンドは買収資金を融資した銀行団へ債務不履行を通告した。 このため、ローンスター、新生銀行をはじめとする融資先が蘇生した、特別目的会社、シャイニングスター合同会社と、アライドルディングス合同会社が、AP の所有する投資ファンド全株式を取得し、結果的に最大の融資元であった、ローンスターが再度筆頭株主になった。2013年7月、台湾大手の中国信託商業銀行が、 ほぼすべての株式を520億円で買収することで主要株主と大筋で合意したと日本経済新聞等が報じ同年10月31日正式に発表した2014年6月2日買収について中国新宅商業銀が金融庁から同日付で認可を得た2015年9月14日約6年振りの新規出店として 関西地区では3拠点目となる、梅田支店ファイナンシャルラウンジを開設した。かつては、伊豆大島、東京都大島町に支店を置いていた。人口が8500人ほどの大島町に存在していた理由として、中部銀行大島支店が存在し、上都時に、東内唯一の第二地方銀行であった都市銀行は、水戸銀行の出張所が存在する。 死人は所在しないことからしばらくは引き継がれたが、後に2009年、平成21年6月19日の営業をもって、窓口、ATM ともに廃止された。業務継承店は、本店営業部、本店ファイナンシャルラウンジとなった。多くの支店で、ファイナンシャルラウンジを開設している。通常の銀行と違い、15時以降も営業している、支店がほとんど。ただし、 15時以降の営業は相談窓口としての営業に限られる。ファイナンシャルラウンジを開設していない支店は通常の銀行と同様に15時に閉店する。ファイナンシャルラウンジを開設している支店で15時に閉店するのは小岩支店のみである。なお、南砂町と代々木上原は通常の支店ではなく相談窓口のみの営業となっており、支店の名称がつかず、 アドバイザリープラザの名称を使用している。これまでに多くの支店が廃止され、それに伴う支店統合が行われている。詳細は支店の統合情報を参照。一番最初に廃止されたのは浅草支店、支店番号109。2001年6月11日に投稿の開業と同時に設置されるも2001年12月14日に 開業からわずか半年で閉店している。極めて短期間の営業に終わった支店であるため、浅草支店が存在したことを知っている者は少ない。当行が開業された年に閉店した唯一の支店でもある。営業上の特色として、自己 ATM による定型金融機関のキャッシュカードの取扱手数料を原則無料としている点が挙げられる。ただしこれは、 手数料を徴収しないのではなく、通常は顧客、利用者と提携業に対して折半して請求される。手数料を提携業へのみ請求することで実現しているものである。この利用者手数料無料のビジネスモデルは ATM 機器業界第3位の富士通フロンテックを傘下に持つ富士通の提案によるもので、ATM 管理をすべて富士通にアウトソーシング。 完全外部委託するとで運営コストを低減することで実現しており、富士通にとっても ATM のアウトソーシングソリューションを宣伝する格好の材料と見込んでいたと報じられている。この施策について、自故 ATM の利用者を増やすことで、提携業から徴収する手数料を ATM の運営費用に充てる東京スター銀行の手法に不満を持った三菱東京 UFJ 銀行。 ベイ、現、三菱 UFJ 銀行が2008年、平成20年11月4日より、東京スター銀行との間の ATMCD、オンライン提携契約を解約する事態となり、東京スター銀行の ATM では、ベイのキャッシュカードが利できなくなった。このベイの方針に対して、逆に、東京スター銀行は、ベイがマイクスの規約に違反しているとして、ベイに対して、 ATMCD 提携の再開と損害賠償を求める訴訟を提起する事態とっている。ベイとの訴訟は、一審の東京地方裁判所、福井秋代裁判長では米側が、東京スター側に支払う銀行間手数料が、著しく、不均衡であったこと、銀行間手数料引き下げについて2年以上協議が、行われた上での解約であることから、米の措置は、 不誠実な対応とは言えず解約は有効として東京スター銀行の請求を棄却する判決が下され東京スター銀行が東京高等裁判所に控訴していたが2011年12月21日に ATM 提携再開に向けた協議を開始することなどを骨子とした和解が成立し控訴を取り下げている。ただし2017年11月現在になっても 利用再開はされていない。2006年からサークル、K、サンクスとの提携により、コンビニ ATM、ゼロバンク、ゼロバンクも東京スター銀行と同様に取扱手数料が特徴を展開していたが、同行側が契約更新を行わなかったことに伴って、2012年の7月から12月にかけて順次撤去され、バンクタイムへリプレイスされた。また、 2014年1月には、店舗内 ATM を、前期、富士通のファクツ VX200、従来は、ファクツ V モデル10へリプレースを行った。東京スター銀行の ATM は、本店、支店、出張所のほか、前述の提携金融機関利用手数料を無料化や、流通系カード会社をはじめとする、各金融機関、企業などとの積極的な提携などにより、 時効が店舗店していないエリアにも設置され、2017年、平成29年12月18日現在、沖縄県を除く46都道府県の975カ所に ATM が展開されている。資料請求によって、解説手続きできる口座は、この口座のみである。決済用預金の扱いは不可。また、貯蓄預金をセットすることもできない。 一つの口座を申し込むことで、総合口座に外貨預金やインターネットバンキング、テレホンバンキングがすべてセットになっている商品である。本来は月額1050円の口座持手数料を徴収する口座だが、手数料は廃止された。従来型の通帳のある総合口座、普通預金、貯蓄預金、定期預金が一冊の通帳で利用可能。別途申し込みによって、 インターネットバンキングやテレホンバンキングの利用も可能。なお、普通預金はスターワン口座と異なり決済制預金としての利用も可能。2013年2月8日をもって正式に新規の利用が停止となった。カードローンなどの他銀行での無担保融資やクレジットカード、消費者金融の無担保、ローンキャッシングの借り換え、一本化。 おまとめと表記に主を特化した証書貸し付証書ローンで銀行によるおまとめローンの数理となる商品である。2003年平成15年から取扱いを開始した。当初は自宅を低当権、順位は住宅ローン以下設定する有担保型ローンであったが2006年平成18年頃より TSB キャピタルの信用保証による無担保融資となったため、自家保有者以外でも申し込みできるようになった。申し込みにあたっては、審査の結果次第で、融資額が徹底される。日本初の預金連動型住宅ローンであり、普通預金の残高と同額分までのローン残高には、金利がかからないのが大きな特徴で、 繰り上げ返済とほぼ同様の支払い利息縮減効果が見込める。ローン残高が預金残高より多い場合、その預金に対する金利は発生しないが、外貨普通貯金と組み合わせた場合は、ローン残高に関係なく、金利を受け取ることが可能。2014年4月に一時募集を停止したが、商品性を改めて2016年7月より、募集を再開した。 従来は預金残高がローン残高を上回った場合ローン部分が無利息となっていたが再開後はローン残高の70%を超える部分は無利息の対象外となった通常の住宅ローンで繰り上げ返済を行うとローン残高が減少するため所得税の住宅ローン控除額も減少してしまうスターワン住宅ローンでは預金残高分は無利息となるが 税務上見かけの老残高は減少しないため、納税者側にとってかなり都合の良いローンと言える。このシステムが導入されて、特許申請を行って以降、他行からかなりの数の導入希望があったが、東京スター銀行はそれを拒否し、独自性を守った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。